TV でーす。はい、今日はラブコリア。はい、はい、今日お話しするのはこちら、ビューティー。はい、ではサブカトクスタート。はい、今日はじゃあ夏のおすすめヘアアレンジをちょっと、まあ、紹介したいと思います。じゃあ、はい、ヘジンタンから。ヘジンタンからいきます。はい、ヘジンタン、夏のおすすめヘアアレンジとかヘアありますか？ヘアはお団子です。おお、私が常にしてるね。スピードに、うん、スピーディーに、スピーディーに、こんな感じで。おお、でもさ、ざっくりゆるくぐらいは可愛いよね。ねえ、ほうほうほう。で、こうやって、まとめて、まとめて、お、ねじってる。そして、そして、そして。かわいいよ。いつもかわいいじんたんだよ。して。あ、すごい。で、おだ、ごめんなさい。かわいいよ、かわいいよ。ほら、ゆるさがいいんだよ。ゆるふわ系だよ。あれだから、ほら、普段はもっとちゃんと時間かけてやれる。今日はちょっと3分間。3分間で急いでるから、こうなっちゃったね。はい、でもちゃんとゆっくりやれば、今みたいな感じでゆっくりお家でやる方は、やれば、いつもお団子になります。はい、じゃあ今日私のヘアレンジね。私のヘアレンジは、はい、コテを使います。はい、はい、で、今ワンダーガールズ の子とかもみんなそうなんだけど、結構アイドルの子たちがね、眉上のね、前髪バングがすごい流行ってて、この眉上、夏にね、このヘアアレンジとかも髪型ヘアがすごい流行ってて、でもさすがに切るのにはすごく勇気がいるじゃないですか。やっぱりね、眉上切るっていうのはかなり勇気がいる。それをコテでやっちゃおうということで、もうコテでちょっとね、伸びながら、いつみくんが、いつみくん重かった。これでコテでもうグリングリ巻いていっちゃうんですよ。短めにこんな感じで、もうすごいランダムに強めに巻いちゃう。で、適当、とにかくいい、ね、ちょっとずつで適当でいいんだ、うん、こんなの少しずつね。そう、少しずつで適当は。適当に巻かれてる。鏡見てないからちょっと分かりづらいけど、はい、根元から巻いたりするとこうなる。それで、なんか私は今こうくしゃくしゃ系の前髪がすごく好きだから、ちょっと一回鏡見ますね。こんな感じで強く巻いたら、隣のお団子がびっくり。はい、もうこんな感じ。これでもうくしゃくしゃってたら、これ OK。 いい。これで眉上のバング、まあ、短めのくしゃくしゃのヘアレンジができました。はい、この辺がすっきりしてちょっと夏らしいでしょっていうことと、まあ、切んなくてもこういう風にできますよっていうことです。うん、はい、みんなもよかったらやってみてください。やってみて。お団子はちょっと時間かけた方がいいかもね。まあ、焦ってこう3分間なんでやっちゃいましたけど、ということで、はい、せーの、ぴょんからのバイバイボー。